今だぜ。はい、ニヒリスの力を吸収します。いや、私の力奪わせるか。何探してんだ、お前。親父さんの手紙捨てちまったぞ、あんなもん。だって必要ねえだろ。親父さん、お前のことを捨てたんだぜ。追いかけたって仕方ねえよ。スクールアイドル？チカちゃん、それ本当に言ってるの？無理無理、できるわけないじゃん。だって今まで何の挑戦もしてこなかったのに。うん、ヨウちゃんはそんなこと言わない。言ってないよ。そっか、リコちゃんピアノが弾けなくなっちゃったんだ。まあいいんじゃない。だってほら、ピアノ弾くの諦めた時かえって楽になったでしょ。ヨウちゃんは別にいなくてもいいでしょ。ちゃんにはもっと大事なメンバーがもうたくさんいるんだから。あなたには何の取り柄もなくて。何も持っていないなら。何かを成し遂げるなんて無理。あなたも、私も。何者にもなれない。だから。そんなこと。だからお願いします、私を青少女に。今のはあなたの言葉。
あなたが誰かにかけた言葉なんだよね。何にも持ってなくて、普通で、それが悲しくて。違う、違う。それで、本当に人間をやめちゃったの？あのね、あのね、聞いて！あなたがどれだけ辛かったか、わからないけど。でも、私たちにわかることもあるの。だから、だからね！歌いませんか？私たちと一緒に！普通でも、特別なものなんてなくても輝ける場所があるんだよ。だから私たちと一緒にスクールアイドル始めませんか？青少女が、そんなこと、そんなこと、でも、どうして？私は手を伸ばしているの。消えちゃった。ニヒリスちゃん。